源氏物語絵巻石屋の上司やり霞の原型とも、言うべき霞の表現が山の腹を隠している。形状はごく不定型である。かすが根源延期絵巻第二巻鎌倉時代末期、すでに様式化している落中、落外図病分析京都の町を埋め尽くさんばかりの金色の霞。決して町が霧に包まれているというわけではなく、 純粋に視覚的効果のために挿入された様式表現である。歌川広重、名所江戸百景より、市ヶ谷八幡江戸後期から明治期にかけての西木へ、特本の差し絵などにおいても霞は多用された。すやり霞は大和へ特有のある種の表現手法の通称である。やり霞とも言う。画面の随所に、 霞を書き込むことによって、余白的効果をもたらして画面が煩雑になるのを避けたり、日本的な遠近法として、画面の髪型が標高が高いという約束ごとを、積層する霞で表現するときに用いられる。絵巻物などでは、同一画面内で複数のシーンを共存させ、シーンからシーンへと、自然な形で遷移させるような効果を持つ。また、ストーリーの終端を、 暗示的に終わらせる手法としても用いられる。元来の山にかかる雲や霞を不定形のモヤモヤで表現したものであったが、絵巻物などに多用される中で次第に様式化され、一定のフォルムを持つに至った。同時に、雲や霞という本来の意味は失われ、もっぱらが面構成上の手法として、時には単なるお約束として描かれるようになったものである。ありがとうございます。